海軍さんの歴史教科書、第8章、幕末内外の情勢。こんにちは、琴み郡山の渡辺です。前章、第7章、尊王思想の発達の最後のところで、元織のり長の、直びの御玉というものをご紹介しました。この本は、古事記伝の序にあたるものだそうです。もう一度見てみます。古道の鮮明、そも、この道は、 いかなる道ぞとたずぬるに、天地のおのずからなる道にもあらず、人の作れる道にもあらず、この道はしも、かむろぎ、かむろぎのいざなぎの御子と、いざなみの御子とのはじめたまいて、あまてらす大御神の受けたまい、持ちたまい、伝えたもう道なり、ゆえにこれをもって神の道とはもうすそかし、いにしえの、 大御夜には、下が下まで、ただ天皇の大御心を心として、ひたぶるに大御心をかしこみ、いやまいまつろいて、おのおのも、親神をいつきまつりつつ、おだしく楽しく、世を渡ろうほかなかりしかば、今はた、その道と言い,いて、別に教えを受けて行うべき技はありなんや。元織のりなが、直美の御玉。 これを私なりに訳しますと、えっ、ー、と、博来文化をめでるのもいいけれど、日本にはイザナギミコタやイザナミノミコトがおはじめになって、天照大神に引き継がれお伝えになられた尊い道があります。これを神の道と言います。昔は天皇の大御心を自分の心として穏やかに楽しく生きてきました。今、海外から来た今日、 教えをありた、ありがたがって行う必要はないでしょう。そのような意味だと思います。日本古来の文化を見直し大切にしましょうということですね。さて、この章ではいよいよ幕末の激動の時代について学びます。それでは、いきます。幕末内外の情勢、カ1、海外情勢の緊迫と 解剖上位論。幕末内外情勢の外観。江戸幕府の政治は、将軍家なりの頃には、すでに石兵が激しくなり、武士も出実、豪健の寄附を失って、斜視優雅に流れ、幕府の水防は、すでに著しいものがあった。 この時、鎖国による江戸時代に165年の太平の夢から幕末の我が国民を覚醒せしめたものは他ならぬ欧米諸国の東和信仰の間の手であったが、このことは時局をますます紛糾せしめて幕府の水滅を早からしめるとともに季節して国民上下の緊張を促し、やがてそれが尊王上位運動となって天下に成功し、ついに 明治維新を促進し、建てまつったのが、幕末における我が内外の情勢である。世界情勢の推移。官永の鎖国以来、約150年の間に、世界の形勢は大いに変化した。かつて、世界の政界権を握って、東亜侵略を欲しいままにしたイスパニア、ポルトガル両国は、すでに石日の面影なく、 これに代わって、江戸時代の初期、諸法に広大な植民地を占めて一時は公開、貿易の覇権を握ったオランダも、やがて勝利に走って、植民地経営に失敗するや、これに代わって、東亜に猛威を振るい始めたのがイギリスである。イギリスの太平洋計略。 イギリスは江戸中期には、すでにインドの大半を領有して、東インド会社をしてこれを統治せしめていたが、我が桃園天皇の法暦7年、後期2417年、ムガール帝国を召して、これを直轄してからは、シンガポールを固め、マラッカを奪って東亜侵略の根拠地たらしめるとともに、品に迫って証券の拡張を図り、 次第にその侵略に共本しつつあった。イギリスがアヘン戦争の結果、品から香港を奪って品経営の拠点としたのは実に第120代人工天皇の天保13年後期2502年のことであった。これより先、イギリスは117代五桜町天皇の身をジェームズ・クックがオーストリア、 オーストラリア、ニュージーランドを探検して以来、大いにその託職に努め、かくてイギリスの東亜侵略の間の手は次第に我が国に迫ろうとする形勢にあった。アメリカの勃興。アメリカは、モモゾ園天皇の安永5年、後期2436年にイギリスから独立したとき、これに加盟したのは、 太平洋岸のわずか13州だけであったが、次第次第に英、フツ・西、スペイン、メキシコ諸国の領土を平凡して、任工天皇の高下3年、後期2506年、早くもその領土は太平洋岸に達した。これから、アメリカは次第に太平洋に利害関係を持つようになり、やがて北太平洋の捕鯨事業とシナの交通のため、 我が近海に出没し始めた。フランスの東和侵略。また、フランスは、これより先、インドにおいてイギリスと領土獲得を争って敗れたため、これに代わる植民地を求めて、まずインドシナ半島に着目し、我が天命の頃から安南の内乱に干渉して、次第にその勢力を半島に伸長し始めたが、ついで、 シナを経て、我が琉球にその間の手を伸ばし、高下年間からは軍隊をルル、琉球に来航せしめ始めた。フランスはやがて安南を保護国としたが、新仏戦役に勝ってインドシナを占領したのは、実に我が明治18年、後期2545年のことであり、イギリスは対抗上、その翌年になってビルマを併合した。 ロシアの東亜進出。また、ロシアは、その名が世界史上に現れたのは、我が室町時代に猛虎の束縛から離れて独立した時に始まるが、大陸のただ、真っただ中に建国して、港湾を持たないこの国の歴史は、実に港湾獲得のための努力と侵略の歴史であった。中津区東方への進出は、我が大木町天皇の身を、 初めてシベリア経営に着手した時に始まり、やがて江戸時代中初期にはオホーツク海からカムチャッカ半島を経由して、ついに太平洋に達したが、天和年間ペートル大帝が立つや、新都ネルチンスク条約を結んで外交案例異国を領有し、さらにカエ年間シナに長発族の乱、ついで 英仏連合軍の品侵入が起こるや、その隙に乗じて、今の宴会州全部を占有し、さらに南下して満州に迫ろうとする形勢を示し始めた。また、これより先、我が法歴年間、女帝カザリン2世が即位するや、女帝は東和の経営に力を注ぎ、イルクーツクに日本語学校を建てて、我が国を伺い、 やがて感染を千島カラフト近海に出して、これを攻略せしめるようになり、ここにロシアの東亜進出は直接我が国を脅かし始めた。